高団社 X 文庫、ホワイトハートは、高団社が1991年に創刊した、ライトノベル系文庫レーベル。当初は1984年に創刊した、高団社 X 文庫のサブレーベルで、姉妹レーベルのティーンズハートよりも高い年齢層を対象にした作品が多い。一般的な少女小説作品の他に、ボーイズラブ系作品、ティーンズラブ系作品、 ミステリー系作品が主に刊行されており、代表的な作品に12国旗がある。なお、ボーイズラブ小説については1993年1月、ティーンズラブ小説に関しては2012年11月、ミステリー小説に関しては2013年6月の新刊からラインナップに加わっている。ホワイトハートは、ボーイズラブ小説、ティーンズラブ小説及び、 その他を区別する工夫をしている。背拍子が白で、そこについているホワイトハートの囲みが青緑ならば、一般的な少女小説、紫ならば、ボーイズラブである。ただし、ホワイトハート初期に見られた異性間の恋愛物も,も紫の囲みに分類されている。一方、女性向けティーンズラブ小説に関しては、背拍子がピンクでホワイトハートの囲みが白となっている。 同じように、ミステリー小説に関しては、背拍子が水色で、ホワイトハートの囲みが白となっている。なお、同一のシリーズでも囲みが紫だったり、青緑だったりする場合があるし、少女小説作品でも2008年12月間より、ホワイトハート新人賞の受賞作家のみの第1巻を除き、オレンジ色の囲みも、一時期存在した。初期からしばらくの間は、 ファンタジー部門においては5巻ないし10巻での完結という作品群が多く、1巻ごとの各エピソードに加え全体としては、気象テンパート1、テンパート2結となっているものや1巻目から明らかに続きものとしてのエンディングを迎えている作品があったが、後に編集体制が変わったことにより無数の作品がシリーズ途中で打ち切られるという結果に至った。 FW は一巻目のみの観光だったためさほど打ち切り感はないが、とうと幻、末六は二巻目での打ち切りであり明らかに物語全体としては完結していない。以降もファンタジー部門においてデビューした新人の作品においてはシリーズとして続く要素を含みつつも一巻目のみの観光となるもの、二巻目でやや作品背景が出てきたにもかかわらず以降の観光がないもの、 が続出し、読者側から見た場合のレーベルとしての不安定さを生む、ほか、こと新人の作品に対する購買意欲をそぐ結果となっている。1993年より、X 文庫新人賞を開催。2008年より、僕はここにいるなどでイラストを省いた、一般文芸に近い想定の作品を、観光するという試みが行われたこともある。2015年に、 京極夏彦の百鬼夜行シリーズを下敷きにしたバラ十字奏書というシェアードワールド作品がホワイトハートを含む様々な文庫で刊行されている。フォーマット以下に作品を追加するときには作品を五十音順に並べ著者名等のほかシリーズものは完結済みのものは全巻とできる限り明記してください。また新たに記事を作るときはリンクをつけてください。 あ行か行作業単業な業半業万業や業ら業あ行、か行作業多業な業半業万業や業ら業あ行か行、作業多業半業あ業か行、作業多業半業揚業か工。作業半業や業。ありがとうございます。